吉沢ラジオ。吉田時刻は午後4時を回りました。10月10月1日午後4時を回りました。はい、ここからの時間は株式会社アドプロモート提供、はい、吉田お届けします。ナビゲーターは保坂優子です。さあ、そして本日も吉田秀樹さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。渡辺清美さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、もう今日10月ですよ。ね、10月1日、ね、どうなっちゃうんですかこれ。どうなっちゃうんですかこれ。10、11、12、あと3ヶ月ですね。人生がロケットのようです。いやー、はい、ロケットのように、ね、もう超高速で、そうですよ、進んでますか、ね、今どのあたり、大気圏ももう突入して、もう宇宙まで、もう宇宙まで行ってます。宇宙まで行ってますか。はい、ねー、はい、早いですよね、うん、ちょっとあとは粉々に砕けていただきます。まだちゃんとそこでまたこう新たな形態に変形していくから次のモードに、そうだね、なっていきますけどね。そうですよ、ビッグバーンでね、ビッグバーンでね、うん、ババーンとね、はい、キソバビッグバーンも売れてます。お、そうですね、はい、もう人気なんですね、やっぱりビッグバーンも。そうそう、ねえ、うん、ニュービッグバーンは1000円だからね。あ、はい、1000円、どんぶりはつかないけど、はい、でもやっぱりこう食欲の秋ですからね。そうですよ、皆さんいっぱい召し上がっていただいて、ね、久しぶりにね、うん、再会してね、はい、自分もね食べてなかったんですよ、うん、2、3ヶ月ね、はいはい、そばね、そば、うん、はい、久しぶりに食ったらさ、うん、めっちゃうまかった。いや、やっぱりね、もうやっぱすごいね、やっぱ日本一うまい駅そばと言われただけあるね。いやー、はい、たまらないですね、うん、やっぱりね、ね、うん、自分は何も作ってないから加藤くんがね、茹でてるだけだから ね、 からね、はい、頑張ってらっしゃる店長がね、ああ作ってるのは中全て中澤製麺さんですから、ね、はい、素晴らしいですね、はい、うん、まあ、そんなね食欲の秋ということもありますけれども、はい、まあ、今日はもう秋が深まってきたということで、はい、2024年秋田、うん、運試し大会というテーマでお届けしたいと思います。もう当たんないからさ、はい、もう今日う、ね、共有テラス誰も来ないよ、はい、もうねもう当たんないっ て、 もういいって、いいの、今日はみんなだから離れたところできっと祈ってるんですよ、うん、本当、うん、もうどうせ当たらないだろうの、はい、どうね、うん、難しいですよね。ここ今日誰か当てないとダメだよこれね、全部ですね、うん、ね、はい、でも結構じゃんけんとか、あれじゃんけんも、あれじゃんけんは当たった人いましたよね。いますよ、じゃんけんはいるかな、いた、そうそうそう、まだあのサイコロがいないだけで、ね、そうですよね。ここでちょっと一回ルール説明してくださいよ、うん、はい、お願いします。あ、ルールですか。ルール、ルール、はい、この、はい、今日のルールね、今日のルール、はい、うん、秋田運試し大会ということで、うん、こちらの春夏秋冬ね4回の運試しということで、はい、まあ、今年じゃあもう3回目ですね秋でね、うん、はい、で、はい、なんと最大1000万吉沢通貨がもらえるチャンスという大運試しとなります、はい、これもダメなのかな1000万じゃ、え、あ、もっと高くしなきゃいけないってことですか。 もう石破ショックでさ、あ、ショックでね、ここはちょっとそうですね、そうですね、ならない、ちょっともっと税金上がりまくるんで、うわやだ、怖い怖い怖い、怖すぎる、怖すぎる、だからここはもっとやだ、はい、2000万吉ざらしでいかないと。あ、そうですかね、それぐらいだったら、ね、うん、そっか、ね、はい、どんどん部下上がってますから ね、 ね、10月今日からね、そうですよ、上がってますし、はい、あれ最低時給も上がったんだっけ、栃木県も、はい、最低時給が今日から上がるそうなんですけど ね、 ね、最低時給今日から2500円、はい、2500円、それぐらい高かったらいいですね、うん、やりがいありますね。あれ、オーラジはそれぐらいでしょ。いやいや、まあどうでしょう、そのあたりはまあね、そのあたりはもうゴニョゴニョっていう感じで、うん、あ、そううちは400円。いやちょっと待ってください、木戸場より安いじゃないですか、うん、ちょっとちょっと400円、ね、400円ですね、それまずいですよね、うん、はい、それって地域割りすぎてちょっとそれまずいですよね。ね、ね、ということでございます。だからということでございますので、ね、はい、じゃあ今日はあれかな、うん、はい、今日今聞いてるリスナーさん、うん、もうラッキーだね、お、今すぐエントリーえしてよ、オーラジにね、うん、うん、3ゲーム、はい、はい、最初は裏表だからね、はい、コインの裏表、コインの裏表を3回適当に、うん、裏裏表とかね書いていただいて、書いていただいて、うん、で2個目はじゃんけん、じゃんけん、じゃんけん勝負で勝つやつを予想してね、はい、
3回勝負、うん、で最後は何サイコロの目だね、はいはい、1から6まで、ね、1から6まで何が出るか送ってください。はい、はい、で今日じゃあもう、うん、ね10月1日で、はい石破ショックってみんな泣いてる人多いと思うんで、はいね、あでも個人的には石破さんしかいないなと思ってたんですよ、ね、あの予想はでもね大体まあそう言われてましたから ね、 ね、はい、なのでね、どうなるかちょっと分かんないですけど、はい、2000万に倍にします。じゃあ今日もう事前エントリーしてる皆さんも含めて、うん、今日はもう倍倍ゲーム。おーでもこれ全部当たったらですよね、うんですよね、はい、全部当たったらですよ ね、 そうですよね、最大1000万が2000万で倍々になります。わ、はいはい、かりました、はい、ね、嬉しい。でも最大2000万いいすごいな。2000万あったら何しようかなね、あサブテーマのちょっといいですか、はい、ちょっと今日ね、うん、渡辺さんと一緒に大ラジに向かってる約10分の道のりで、はい、ふと心に浮かんだんですよ、はいはいはい、うん、もしも、うん、もしものコーナー、もしもあなたが始まった一生ね、うん、使っても使い切れないほどの財産があって、うん、働かなくてもいいよっていう身分だとしたら、はい、何をしますか。うん、私はドバイに住む、ドバイに住んでみたい。ドバイ行ったこともないですけど。でもドバイっぽいですね。ドバイっぽいね。ドバイっぽいとかあるんですか。ドバイにいる日本人っぽいです。うん、ね、いやそうドバイにいる日本人に憧れてるんですよ。ドバイにいる日本人。はい、ドバイにいるフィリピン女性に間違えられる、はい、人。が？人？うん。が？が？小坂さん。私？あじゃあ私日本人じゃないんだ。フィリピン人。西洋人から見たらフィリピン人っぽい。なんかどうなん自分はどうなんですか、自分はあのどこ、うん？ゴリラ。どこ？え？人間族じゃないよね。人間族じゃない？会長は、うん、ゴリ族。あれですね。なんか裸で踊ってるようなところがいいんじゃないですか。ゴリ族。変わらないですね。ブッシュマン。ありますね。いろいろね、民族もね。はい、いやいや、でも確かに。もうそういう感じでセレブに行きますか。いやセレブに行ってみたい。すっごい憧れます。なんかもう高いビルの一番上とかでワインとかこうなんかやってるの。ワインね。ワイン飲んでそう。シャンパンドンペリーみたいな。なんかレベル低く。悲しい。すごい。ぶっ壊ましたね。悲しい。やってみたい。みんなね、みんなもうほらそういう夢あるじゃないですか。うん、はいはいはい、もうどうしてもさ、うん、お金がっていうのがやっぱりこう、まあね、ハードルとしてあるじゃないですか。はい、ね、で結局は働かなきゃならないから、うん、好きなこともできないみたいな。ね、はいはい、だからもう本当にもう使い切れないぐらいにあるとするんですよ。うん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 、じゃあ何するってやつですよ、ね。吉田さんはどうするんですか。考えてない。考えてない。もう考えられないもん。だって仕事が楽しいんだもん。そうか、じゃあもしそれで、うん、もしお金がもう湯水のことがあったとしても、うん、結局仕事を今仕事しちゃう、しちゃうんですね。だけどもし20代だったら、はい、もう絶対引きこもってゲームやる。20代だったらゲームね。そうだね、うん、あ、うん、ごめん、あった、ありました、穴掘る。え、あ、うん、なんで、え、地下帝国作る。体力ありますからね。それお金あるんだったら自分で掘らない。あ、そっか、それちゃんと外注して自分で掘るんじゃないですか、ユンボで。お金あったらだってもうそれこそドバイの人たち呼んでも、あ、体育部長呼びます。体育部長、もうね、もう石油出してくれるぐらいな感じで、ね、いやいやいや、もういいんじゃないですか、掘ってもらっちゃえばプロに。ダメです。ダメなんですか。もう楽しくやりたいから。うわ、あの自分でユンボを操縦できるように体育部長にお願いして。はい、あ、なるほどなるほど。そう、自分がやるんですね。自分もやるんだよ。なるほど、ね、一緒に楽しまないと、はい、もうそれだったらあれですよ、お金関係ないですよね別に。だからお金の糧が外れたら、あ、そうかそうか、お金が稼がなきゃいけないから仕事しないといけないから、本当だったら仕事しなくて穴を掘りたいっていうことなんですね。今でも穴掘りたいんだけど、はい、もうね。すごい夢ですね。いや、なんで穴掘りたいんだろうね。何、そう、何かを発掘したいんですか。いや、温泉とか、ね、金山とか。何なんでしょうね。なんとなく穴掘り、ブラジルに行きたいとか。いやいや、なんか迷惑かかんないっていうのが自分の中であるんですよ。はい、うるさくても、ああ、近隣に迷惑かけないじゃないですか。ああ、そうか、まあ、シェルターみたいな感じで作っておけば、もう、ね、思いっきり声出しても大丈夫ということなんですね、うん、はい、でもなんかどこか無人島とか行けばいいんじゃないですか。そしたらそこだったらもうバーって行っても本当にさ、はい、人の夢を奪うよね。女ですから受け入れないっていう、男と女でちょっと、ね、受け入れない、本当だよね。
ロマンがね。ロマンがあるんですよ。そこのロマンがね。そうですよ。あるんですね、やっぱり。ビルだと迷惑かけるでしょ。トーテンポールみたいにでっかい高層マンションなんか建てたらさ、確かに確かに。ね、日陰の人も出てきちゃうから。ああ、そうですね。ね、穴だったらそんなことないですから。確かにね。ね、もぐもぐって言ってないですから。はい。はい、ということで、はい、ということで、15分になっちゃったよ。今日はね、そうですね。まあ、今日はこれからね、そういったテーマで皆さんと一緒にね、お届けしたいと思いますので、はい、はい、最大1000万円ずらしということですので、2000万ね。あ、2000万だ。うん、2000万円ずらしということですので、はい、ぜひ皆さんお気軽に ね、メッセージいただければと思います。はい、ちなみにこの2000万円ずらしの使い道を改めて、渡辺さんお願いします。お願いいたします。お願いします。はい。いろんな景品と交換ができます。はい。はい、100万ヨシザラシがたまりますと、うん、キッチンサーカスで使える100万ヨシザラシ100円相当分、はい、お得、社長、うん、社長はい、購入してくださいね、これを集めて、はいはいはい、300万ヨシザラシでヨジダヨシダのオリジナル缶バッジ、1000万ヨシザラシでヨジダヨシダのオリジナルクオカード500円分、うん、1500万ヨシザラシで吉田秀樹の著書、うん、トワの問いかけが紡ぐ煩悩くんとはのとは、はい、ありがとう、はい、2000万ヨシザラシでヨシザラシの情熱タオルがもらえます。情熱情熱、それ違うか、あ、違いましたね、はい、じゃあもう今回これで全部当てた方には、うん、もう無条件でじゃあもうタオルがゲットできるレベルで、うん、ね、そうですよね、いただけるってことですよね、はい、うん、あとね、はい、ちょっとね今ねポイント移行っていうのも考えてるんですよ、はい、移行、はい、はい、どこに、うん、V ポイントとかさ、あの辺と同じ、あんな感じのシステムをちょっと作って、はいはいはい、はい、もう携帯でホームページ上からポイントを確認できるようにしてね、そうなんですよね、すごい、マイページを作って、はい、やりたいんですよ、はい、でポイントを貯めて保坂さんと握手ができる券とか作るよ。本当ですか、はい、いいのかなそれ、需要あるかな、あるよ本当ですか、ね、来週は保坂さん特集やりますから、次回私の特集、来週じゃない次回、次回、次回ね、うん、やった、保坂特集が常に、はい、もう実現するということで、はい、ね、夢のようでございます、楽しみですね、はい、楽しみですね、加藤さん楽しみですねうわー乾いてます、いやーもうでも大丈夫なんですか本当に、それでちゃんとでもね、高額の多分吉沢通貨いただけるなら、うん、きっと加藤さん必死で頑張るだろうから、うん、ね、きっとね、ね別に保坂とついたから、はい、俺頑張るわけでも何でもないんで、あ、なんかそういうのいいですよねそういうのなんか僕は保坂さんのためにいい、ね、保坂さんとね、はい、はい、握手券でも買おうかなじゃんね、ねえ、ありがとうございます、はい、じゃあそういったね、いろいろこうもう、はい、移行も考えているぐらい活用方法をいろいろありますから、はい、お楽しみに、うん、考えてるんですね、はい、はい、ちなみに今ランキングなんですけれども、うん、1位はですねシュガーさん、お、シュガーちゃん850万ヨシザラシとなっておりますね、シュガーさん、ねえ、ね、今日でもほら全クリしたら2000万だから、ね、一気に順位変動するね、そうですね、うん、で2位がチャビさん、チャビさん780万ヨシザラシ、で、3位がトーヤーキムさんで770万ということでね、うん、そして4位がニューダルマさん730万、ありがとうございます、ニューダルマさんにね、そして5位が嵐二の牛千里さんが620万ということで、はい、マイカ勇気の大将さん、シューシューさん、いろはの M さん、テニスラブさん、うん、え、あれ10位に猫娘保坂が来てる、来てます、すごい、私あれやなんか来ちゃったんですよ、え、そうだよ、すごいな、前回の嬉しいな、グランプリだな、はい、あ、そっかそっか、そうですよね、忘れてた、そうだった、そうだった、忘れてたでしょ、それで、いや覚えてるけどそれでそうか、やった、ありがとう、取り上げ、こうやってこうやりながらさ、嬉しい、嬉しい、自分の番号だけ選んでた、違う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 、ね、あれ5、あれ5、あれ5、そうですよ、あれはひどいやらせレースでしたね、ちゃんと皆さん見てください、全然やってないから、もうちゃんと録画残ってるからね、努力が残ってるから皆さん見てください、ね、なんか目印つけてたもん、そうそうそう、つけてない、つけてない、全くもう箱の内側に貼ってありましたね、なんか準備してる時に竹政くんとやってたもん、なんかね、何やら何か工作してました、何やらやってたよ、やってないで、無実です、無実です、私は、はい、ということで、はい、ねえ皆さん本当にこれでまたいろいろと変わってくる、うん、ちなみにディスクグリズリーさんは今31位ですよ31位、言わなくていいです、ね、31位でございます25万円したらして男のロマンですよ、あ、そうです、ここでね、使ってんですから毎回、そうですよ、そうか、そうか、うん、でもここでまたもしかしたら稼げるかもしれませんからね、まあ、今日でトップでしょうね、
いっちゃいましたね、はい、今日トップということで今日トップになります。もう全クリですから。全クリで全クリ、はい、かりました。じゃあ楽しみにしたいと思いますので、うん、はい、まあ、皆さん、そうですね、だいたい4時半以降ぐらい、また4時40分ぐらいからですかね、うん、そう、はい、やりますので、それまでにメッセージいただければ間に合いますので、うん、はい、はい、ね、エントリーお待ちしてます。はい、はい、ではここからはですね、アドプロモードからのお知らせということで、はい、はい、参りましょうか。はい、広告企画会社のアドプロモートからのお知らせです。はい、広告企画会社と、ね、はい、ことで、株式会社アドプロモートからのお知らせ、はいはい、今日は何でしょうか。今日は何、はい、うん、広告企画会社なんですが、はい、キッチンカーをやっております、はい、いろいろやっているんですね、はい、いろいろやっているんですよ、ですね、はいはい、キッチンサーカスと言うんですけれども、はいはい、そちらのですね、営業が今日から再開しましたので、今日から、あ、そうか、10月だから、まあ、はい、うんうん、一昨日ぐらいからなんですけど、はい、うん、はい、出店のご案内をさせていただきたいと思います。はい、はいはい、10月のですね、イベントなんですけど、13日の日曜日からですね、はい、うん、宇都宮の道場宿、うん、緑地公園付近、うん、柳田大橋のあたりなんですが、うん、はいはい、そちらでデコトラのイベントがあります。すごいイベントですよね。こちらに、うん、はい、木曽馬号と、うん、はい、吉田屋、うん、吉田屋行きます。はい、喫茶吉ざらしも、うん、は、はい、一緒にやってください。あ、いえいえ、はい、吉田屋ですね。吉田屋の中に喫茶も入ってます。喫茶含む、今、はい、今どれがね、実現するかっていうのを今ちょっとお互い今すり合わせしてますけども、はい、久しぶりにこの間イベント日曜日、はい、行ったらもう体が持たなくて、うん、もう悲鳴上げてたんで慣れないですから ね、うん、体がもう戻っちゃって、ね、はい、ね、2回目だからやばいかなと思って、ね、まあまあまあ、はい、その頃はまあきっと涼しいですから ね、 きっとね、そうですよ、そうなんですよね。楽しいですよ、はい、きっとテンション上がるとね、楽しくなっちゃってさ、はい、うん、元気の前借りしちゃうんですよ。ねえ、デコトラのイベントですもん ね、 だってね、そう、はい、本当にね、あの昭和の方は、うん、はい、行った方がいいですよ。すごい圧巻ですよ、うん、風景がね、楽しいですよね、うんうん、デコトラなんてだってこうそんな間近でやっぱ走ってるのとかてかあんま見ないですよね、だってこの時代っていうか、ね、う、最近は、ね、デコトラ好き集結だもんね。はい、デコトラもブワーッと並んで、うん、でも声のでかいおじさん嫌いな人は来ない方がいいね。、うん、みんな吉田、僕みたいな人がいっぱい来ますから。そうですね、ね、そうですね、もう兄弟っていうような人ばっかりでね、意気投合しちゃいました。もう今年で4回目だよね。はい、基礎番号は、はい、4回目、4回目だよね、だいぶもう本当皆さんおなじみ、うん、馴染んでいらっしゃる、固定客も来てくれて、あら、じゃあ楽しみにしてらっしゃるんですね。最初は誰もね、うん、興味持ってくれなかったんだよね、うん、あんまりほら小山の基礎場って全国には知れてないじゃないですか。まあ、そうですね、うんうん、だからでももうおかげでね、うん、みんな楽しみにしてるね、はい、おなじみに、そうで、今年からは厚切りジェイソンじゃなくてベーコンが追加されましたから、厚切りベーコン、はい、はい、吉田屋のね、厚切りベーコン、そうですね、お楽しみに、ベーコン美味しいですよね、はい、厚切りにしようかな、厚切り、いや、もうあれ以上はいいんじゃないですか、無理か、そっか、もうね、結構分厚いですから、そんな厚いんですね、うん、結構ありますよね、厚いですよ、楽しそう、いいな、もうモンスターハンターに出てきそうな。骨付きの肉ね、はい、グワッとね、そのうちね、やりましょうね、はい、漫画肉みたいな、漫画肉ね、漫画肉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 、吉田屋っぽいですね、絶対やりたいね、うん、ね、漫画肉の、はい、形をしたパン作れそうじゃない、誰かパン作れる人お願いします。あ、ね、パンだったらいいよな、うん、ね、うん、バウムクーヘンとか、あ、バウムクーヘンとかだったらね、いけるかもしれない、ね、はい、すいません、時間がなくなっちゃうね、今ね、はい、すいません、10月13日の日曜日ですね、デコトラ、はい、11時から6時半ぐらいだと思います、はい、結構長くやるんですね、そうですね、うん、そう、分かりました、暗くならないとね、はい、うん、あ、そっか、本領発揮できないから、夕方はじゃあ、ね、デコトラたちはカツカツとこう、ライティング、そうそう、ライティング、そうなんですね、うん、その頃はもう参加者全部もう酔っ払ってますからな、いい感じでな、一部はね、一部は運転があるので、ね、うん、そうそう、運転の人はダメだけど、わかりました、はい、そしてまだまだありますか、はい、はい、10月20日の日曜日は、はい、新小山市民病院ふれあい祭り、はい、そうですよね、そうですね、うん、9時45分から2時半の間、うん、はい、出店になります、激混みするんで、ね、並びたく
くない人は来ない方がいいかも。どこも並ぶでしょうね。すごいよね。すごいですよね、お祭りね。もうあの辺りごった返して、本当駐車場もすごいっていう風にね、聞きますし。本当。今年はね。今年はキソバ号だけだから。力を合わせて頑張りましょう。頑張ります。9時45分からって結構早いですよね。朝ごはんでも行けるぐらいの時間ですね。そうですね。ぜひ朝ごはんね、食べに来てください。美味しいですよ。美味しいんですよ。新大山市民病院のね。2日連続食べてます。美味しいよね。美味しいですよね。そばヘルシーですからね、だってね。いいじゃないですか。わかりました。はい。はい、あとはまだまだ決まってますか？はい。10月の27日、はい、日曜日、はいはい、佐野市の第一酒造さん。はい。はい。お散歩マルシェに出店します。お散歩マルシェ、かわいい名前ですね。そうですね。お酒をね、飲みながら。佐野の第一酒造さんのお酒と相性抜群だよね。いいでしょうね。運転する方ちょっと残念だけどね。ちょっとハンドルキーパーの方をね、連れてきていただいて、ぜひ買って帰ってほしいですね。お酒。そうね。めっちゃうまいよね。めっちゃうまですよね。飲み口よくて。めっちゃうまです本当に。もうすっかりファンになりました。ね。でもあんまりお酒飲まれないんですもんね。あんまり飲まない。けどそのあんまり飲まない吉田さんも美味しくいただけるっていう。いいですね。本当に初心者の方も。お酒。私もそんなに飲まないんですけど、第一酒造さんのお酒だけは瓶空きました。あら、瓶空きました。空きました。へえ、すごい。美味しいんですよ。お酒はさ、僕営業じゃないですか。だから接待でお酒っていうのがもう関連付けされてるんですよ。だから嫌いな。ああ、まあそういうイメージが。申し訳ないけど。仕事とリンクしてないお酒だったら多分楽しいから、あ、普通にね、飲みたいですよ。お付き合いの飲み会だとちょっとね。そうだから仕事じゃない、お酒っていうのはいつか飲んでみたいね、なかなかないですかね。そっか、仕事思い出すから嫌な。でも友達とかなんていうんですか、まあこうね、はいはい、とか飲むとかはないんですか？給油とか。給油。ないな。ですね。そうですか。そっか。もう合わないじゃないですか。なかなかね。まあなかなかね、確かに。僕はもう気づいてもらえないですから、同級生に。え？なんでですか？これはまた別の機会に。顔が変わりすぎちゃって。見ました見ました。目撃しました。目撃したでしょ？何回説明してんのに気づいてないよね。嘘みたいな。でも声とかで結構気づきますよね、喋ってると声って変わんないじゃないですか。気づいてくんないです。そうなんですか。あまりにもイメージが崩れたんでしょうね。あら、どうなんでしょうね、ちょっと分かんないですけどね。それぐらいまあいいや。はいはい、10月27日がね、佐野の第一酒造さんの方ということですね。はい、以上が10月のスケジュールと。あとは、はい、平日のランチ営業で毎週火曜日、毎週木曜日11時から3時まで、はい、小山市阿波宮のキッチンサーカス駐車場で営業してますので、バスも仕入れましたから、バスの中で食べます。今日喜んでたよね。喜んでましたね。もうみんなおじさんたちが喜んでた。よかったと思って。おじさん喜んでくれないから子供たちだけと思ってたんだよ。もうそれでもいいやと思って。おじさん笑顔でしたね。そう、おじさんで喜ぶのは自分ぐらいだと思ってたんだけど、みんな喜んでた。え、これ乗っていいの？すごい。え、バスを1台買ったんですよ。徳島の観光バスですか？そうそう、徳島の駅前、こうやって大きいバスなんですよ。それをそこに持ってきて、で、その場で座りながら、今ね、ちょっとまだね、あれだけど、そのうちテーブルとかも設置して、すごい、食べられるようにね、もっとね、快適に。もう本当に当時の告知物、掲示物とかそのままなんで、面白いですよ。今はいいかもしれない。もう今じゃあそこに常設でバス置いてあるってことですか？そう、駐車場にポンって置いてありますから。ちょっと見てみたい。食べに来てください。毎週火曜日と木曜日にランチ営業ずっと。結構もう頻繁ですね、そしたらね。そうなんですよ。だからもう吉田ラジオどうしようかと思って、大ラジに吸収合併しようか。早いな。早い。まだ開局して2ヶ月ぐらいでしょうか。すごい。じゃあぜひ本当平日の昼間っていうのもね、結構皆さん、まあ小山市内とかでいろいろ働かれてる方もね、お昼どうしようって方いらっしゃるから、いいですよね、そこで食べるところもあればね。分かりました。お子様連れの方とかも喜ぶからね、お昼はね。そう、なんか何しようかなって悩むんで、さらっと食べられて美味しいもんいただけたら嬉しいですからね。分かりました。ぜひぜひ皆さん、そのうちロケット置くか。ロケット、いいじゃないですか。ロケット、ロケット、ねえ、オブジェ、
オブジェ。それあるじゃん、おもちゃの街にな。ありますね。あ、まあ、宇都宮とかにもね。しょうがない。地下室、穴掘って地下室作るわ。ああ、逆にね。もう逆にそっち行っちゃうっていうね。わ、はい、かりました。ぜひ皆さん、今日もね、はい、活躍していただければと思います。はい。以上で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。広告企画会社について結構時間も大丈夫ですか？いや、もういいや。もう大丈夫ですか？もう広告企画会社何やってるかわかんないからね。いいんですか？大丈夫ですか？はい。二代目社長が今頑張って東京で、はい。はい、今ね、やってますから。やってらっしゃるということでね。はい。わかりました。お山は、木曽馬子、はい、ね、わかりました。シーサーカス、みんな来てね。はい、ね、ぜひ皆さんいらしてください。はい、さあ、じゃあこの辺りで行きましょうか、一曲ね、うん、今日のリクエストがなんかちょっとおしゃれな感じですね、うん、テイク5のデイブ・ブルーベック・カルテット。もうなんかあれですよ、はい、夢をつかむにはもうこの曲かなと。おー、サクセスストーリーみたいな、ね、サクセスストーリー、そんなイメージの曲じゃないですか、これ。ぜひお願いします。わ、ね、かりました、はい、アメリカンドリームを想像させてくれる最高のジャーズということでお届けしましょう、はい、ジャーズ、テイク5で、デイブ・ブルーベック・カルテット。はい、よしさレイディオ。お届けした曲はテイク5でデイブ・ブルーベック・カルテットでした。いいですね。いいね。うん、ちょっと夜に聞きたいね。ねえ、ちょっとなんかワイングラス片手に、うん、それこそあの高層ビルのマンションの一番上で、はい、あ、まあドバイでお願いします。ドバイでいつかの夢でございます、はいはい、時刻4時31分回っています。この時間は株式会社アドプロモート提供、吉田お届けしています。さあ、今日は2024年秋田運試し大会をお届けしています、はいはい。さあ、もう皆さんから続々とメッセージもいただいていますので、うん、ちょっとご紹介しつつ、ね、そうですね、やっていこうかなと思いますけど、紹介しつつ、はい、コイン投げちゃいましょうよ。そうですね。ちなみにラジオネームつくもずらこさんから今いただいたんですけど、はい、追伸高見師匠と握手券いらねえ、いらなすぎる、ではではっていただきました。いやー、小学校の男子ですよ。いらないんだってほら、ね、小学校の男子、ね、はい、本当は欲しいの。どうかな、どうかな、はい、ねえ、ね、はい、東井明美さんは、前回はまさかの保坂さん大活躍となりましたね。運試しはどの道当たらないので適当にやります、よろしくお願いします。それが一番、ね、当たらない、ね、適当が一番なんですよ、ね、一番。人生も適当がちょうどいいですかね。ちょうどいいかな、そうやってね、行きたいですね。そして続いて二の志久さんは、生放送お疲れ様です。10月1日夜勤勤務なので備えながら聞いてるかと思います、事前に送らせていただきましたということでね。はい、さん、いろいろ、あ、ディスクグリズリーさんからも来てますね。早くランキング1位になりたいです。今日ね、今日ね、まあ、そうですね、今日がその日、はい、あれじゃない、第一等でもう終わっちゃったりしてね。あら、毎回そんな感じ、ね、毎回、確かに、うん、ずっと静かな、静か、うん、結構皆さんどうでしょうね。まあ第一等、まあまあでもやっぱ裏の人の方が多いかな。第一等は裏が多いね。そうですね、うん、裏が多いかも、はい、うん、そして続いてはフーニャ&ムムニャなにフーニャさんも、うん、おつこんにちにゃにゃリアタイできないのでアーカイブ楽しみにしてますにゃー。ああ、楽しみにいただいてますね。テニスラブさんからも、うん、今日は旦那さんに丸投げしました。ありゃ、当たったら美味しいものを作ってあげようと思います。当たらなかったら蹴りを入れておきます。放送頑張ってくださいね。蹴りを入れるそうです。蹴りを、蹴り確定。いい重大、悲しい悲しいねえ。さあ、じゃあ、あ、そして、あ、猫娘保坂でした。私でございます。はい、今日から10月一気に運を高めていきたいと思います。強運を引き寄せますとね。今強運というものにハマってるんで、ちょっとまた、はい、怪しいね。またしてもいやいや、怪しいものにはまったんです ね、怪しいものにね、うん、はまりそうだよね。怪しくない、怪しくないですよ、本当、うん、大丈夫、ちゃんだ、大丈夫です。過去にそういう苦い経験ない？はまりそうになったことはありますけど、途中で気づきましたんで、大丈夫です、そうですか、そうです、ね、じゃあよかった。店いろいろありますけどね。変な壺買えとか言われなかった、ね、もうね、みんなに言われましたけどね。大丈夫ですよ、立てないからね。そうか。じゃあ1投目とか行っちゃいますか。行ってみましょうよ。行きましょう。はい、じゃあやっぱりね、うん、1投目は自分で責任を持って加藤さんに振ってもらいましょうよ。加藤さんに、わかりました、ね、ほら、それではですね、このビットコインの B の字が表ね、はい、はい、うん、それで、そうですね、はい、じゃあちなみに加藤さん1投目は、加藤さんは1投目が表、お、表表裏、 B
B が表、表裏。表裏お、そうなってます、ね。さあどうなるか。さあじゃあ1投目いきましょうか。ちなみに僕も表ですからね。あ、私裏です。コイン投げましょう。1投目お願いします。チーン。お、お上手。さあ上手。はい、1投目は裏が出ました。なんでいきなり。ほら、俺も終わっちゃいました。裏の方が正解でした。加藤さん、一番最初に終わっちゃった。お約束のように加藤ドリームが今行っていきました。素晴らしいよ。2分の1の確率で。はい。この一番チャンスのある、今日は2倍ですから。ね、これ3つ当たれば400万吉田らしいですよ。ねはい、いや寂しいですね。そうなると、はい、もう急に加藤さんのテンション下がっちゃったからね。終わっちゃったもん。終わっちゃいました。あ、猫娘娘保坂さん、保坂はじゃあ自分で裏ですよ。自分で外してください。私は裏裏表となっております。なんか最近しぶといな、しぶといな、本当に変な強運強運だから、強運なんか買ったいきますよ。じゃあ2投目いきまーす。あんまり回ってなかった。あ、でも回ったよ。大丈夫ですか。うん。で、タラン。お、やった裏。裏裏。やっぱり裏ですね。裏裏。なんか裏裏だな。裏裏だ。うららうらら。みんな裏裏じゃない？そう、なんか結構裏裏多い。裏が多いんですよね。でも不思議ですよね。うん、今のところ裏裏と来てるのが高坂玉さん、いろはの M さん、チャビーさん、ニューダルマさん、いっぱいいる。体育部長さん、猫娘保坂、パパレンジャーさん、シューシューさん、トーヤキムさん、ミケさん。ということで、いただいてます。3投目どうします？もう3投目はね、渡辺さんですよ。渡辺さん。もう吉田は投げたくない。さあ、裏か表か。責任重大。まあ、どっちもいるね。表も裏も。練習してる。なんかみんな親指でパンって弾いて、投げて、そうそうそう。で、親指で弾いて、ちょっと練習していいですか？はい、じゃあ一回練習でいきましょう。親指で弾いて。練習で、はい、親指で弾いて。おい！全然回ってない。めちゃめちゃ。ただ、もうなんか、え？それもう、それじゃあ表で投げたら表のまま返ってきてますよ、ね、裏なら裏みたいな。会長が投げてくれる。あ、でキャッチを渡辺さんね。キャッチすればいいんですか。ありました。じゃあ3投目お願いします。はい、はい、投げました。無理無理。ちょっと待ってください。ちょっとごめんごめんごめん。どこ行っちゃいました。びっくり。あったあったあった、はいはいはい、あったあった。じゃあちょっともっとね、はい、いきますよ。はい、3投目お願いします。軽くお願いします、はい、あ大丈夫ですか。取れない。クロクロキャッチができない。キャッチができないという。自分でやります。はい、それがいいと思います。はい、会長自ら。3投目いきます。3投目、お願いします。あ、上手。上手。でん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 。あ、裏。裏だ。なんか、これ、新井店長のパワーが。裏裏裏。裏多いですよね。悩んだんですよ、裏裏にしようか。裏裏裏が。結構いますね。1、2、3、4、5人。大阪たまさん、いろはの M さん、ニューダルマさん、シューシューさん、トーヤーキムさん。すげえ、はい、すごいすごい、ね、はい、おめでとうございます。5名の方は400万吉田らしゲット。これ順位移動するんじゃないですかね。400万ね、かなりすごい、はい、いやおめでとうございます。次は600万です、当たれば。うーん、600万。じゃあ行きましょうか。はい、加藤さんリベンジですよ、これ。加藤さんリベンジね。そうか、はい、ここからね、一気にまたね、じゃんけんですから。もう一回できますから。じゃあ渡辺さん、よく切ってあげて。あ、加藤さんじゃんけんを、加藤さんが引くんだよ。あ、加藤さんが引いて、うん、加藤さんがそうか引いたから、じゃんけんポン、それに勝った人が勝ちですね。はい、ちなみに、はい、加藤さんチョキなので、うん、パーを引けばいいんだ。加藤さんはそうですね、チョキだから加藤さんパー引けば、パー引けば正解、勝った、はい、どうでしょうか。じゃあ運試し、はい、その2ということで、じゃんけんしましょう。俺の心の中ではもう決まってます。お、決まってますか。マイク関係なくでかい声で喋ってました、はい、いや、ちょっと遠目さんだからできるやつですよね。パーを出せば、じゃんけんポン。グーを引きました。逆に負けてるし、グーを引いたということで、ここパーでしたよ。ということで、パーの方が勝ちましたね。パーの方、パーの方も多い。多い多い。パーの方は、あ、ゆすらしさんで、パー。イェーイ、パー。いろはの M さん、ニューダルマさん、ニューダルマさんすごくないですか？ふうにゃんとむむにゃなにふうにゃさん、うん、そして、ソメイチグサさん。はい。あ、はい、うん、アイドルの子。効果のね、来てくれてるんですね、はい、ありがとう。すごい。そしてシュガーさん、マダムアツコ、川木美家さん。これ
いろはの M さんとさ、はい、ニューダルマさんパーフェクトじゃない、まだ今のとこ。今のところそうですね、うん、すげえドキドキしてきたぞ。いやーすごいですね、はい、お二人ともどうなるのか。いやいらっしゃるんですね、パーフェクト。じゃあ次は保坂さんに聞いてもらおう。強運、強運、強運、それは今ずらこさん喜んでるよ。本当、俺の歌。そうですね、はい、弾いてください。よし、じゃあいきますよ、私は真ん中が好きなんで、うん、真ん中、真ん中、はい、真ん中が好き。グーでございます。パー、またまたパー、またパーです。またパー。俺当たってる。あ、珍しい。あと、あ、あと、ニューダルマさんも。ヒロハの M さんまだ当たってる。そう、すげえんだけど。ヒロハの M さん、え、ニューダルマさんも当たってる、うん、え、すごい、すごい、2人パーフェクト。すごいな。川木さんも。横娘穂坂やっと当たった一つ。でも意味ないのか。意味ないよ、連続だから。はい、ダメよ。ってなると、うん、あとパー、パーの方は川木さん、ね。吉ざらしと、いろはの M さん、はい、ニューダルマさんと、川木さんね。はい。が今ね、パーパーということで来てますので。いやー、これちょっとドキドキしてきたぞ。当たると、なんと600万吉ざらしゲットと。うん、ちなみに、いろはの M さんと僕は一緒ですね。お、パーパーパー。パーパーパー。じゃあ次、もう一回グーが出たらってことですね。じゃあ今度は、今度は渡辺さんだね。引きますか。うん、上から何番目って言ってください。あ、そっかそっか、そうすればもうね、はい、見えないですね、はい、何番目ですか。じゃあ端っこが好きなんで3。え、上から 3? 上から3番目で一番下ってこと。そうです。これね、はい、ドゥル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 、俺も見てない。ドン、はっ、え、パー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 ということで、何これ、吉ざらしさん、え、すごい、いろはの M さん、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、怖っ、すごいすごい。で、川木さん、川木さんも、あ、そっか、川木さんも、おめでとうございます。第2ゲーム3人ですね。すごい、すごいよ、これ。これはこれはちょっといろはの M さん1位じゃない、これすごい。だってこれだけでもう今1000万ですよね。もう1000万、うわ、いろはの M さん、え、もう確定、すごい。じゃあ今1000万確定、本当にもうアメリカンドリーム的な感じなんですよ。すごいな、これやばいな、鳥肌立ってきたぞ。いや、これは激変ですね。いや、参った。これは参った。これは強運。強運。もう強運って言ってるからですよ。強運って言ってるから運が来る。頭の中が星雲になっちゃったよ。強運。それは。そう言っちゃうから。ね、言っちゃうから。最後のゲーム、はい、最後のゲームいこうか。はい、もう加藤さん最後がいいね。これは難しいですよ。これがだって一番、これだけで1000万円するらしい。これだけで1000万円ですよね。ですもん、まあ、まだチャンスありますよ、まあ、当てます。皆さんチャンスありますよ、ね、これも3回ありますから、はい、じゃあこれ渡辺さんからサイコロ転がすのは大丈夫でしょう。サイコロはまあまあ普通に、ね、回せばいいんですよね。そうですよ、うん、じゃあ1投目お願いします。お願いします、渡辺さん。ドルル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 誰もいないのでつまらなくなっちゃうから、これ特別の今の練習だよね。練習です。練習、練習、いや、すごい薄いところ来るね。すごいな、逆に強運。ちなみに6が誰もいないの知らなかった俺ね。確かにいないですね。すげえすげえ、6だけいない感じですよね。本番、本番、本番いきまーす。はい、じゃあ渡辺さん、はい、お願いします。何ですか、見えない私。何何何、6です。うそ、嘘、嘘、嘘、ちょっと、ちょっと、おもろいんだけど。いやいやいや、ちょっと、ちょっと、ちょっと、今の練習、今の練習、ちょっと、6以外でお願いしますよ。すごいね、渡辺さんのこの6を選ぶのすごいね。6しか出ないんじゃないか説。6しか出ない、もうね、出ないんじゃないか。次6だったら笑えるよ、ね、でもこれサイコロすごろくだったらめちゃくちゃ嬉しいんですけど ね、6しか出なかったらね、うん、嬉しいんだけどな。でもね、おかしいな。いきますよ。はい、1投目、3度目の正直。え、嘘、これ本当6しか出ないよこれ。何、3連続 6？ このあれなんだ、あのサイコロ、いや、これは盛り上げるためにですよ。ちょっとサイコロ、いや、ちょっと怖いんだけど。あの大きいやつどこ行きました？ちょっと待って、3連続666だよ。大きいやつ、大きいやつにしましょうよ。なんかそれでやるの、ちょっとね、これでやるの、しましょう。なんかだってそれしか出ないとなんかね、あれかさ、うん、ちょっとちょっと、はい、3 3出る、3出る、3出ますよ。何、いや、あ、また6出た。ほら、でもやっぱ6がやっぱ結構出ちゃうから、出やすいんですね。じゃあ6出やすいから、はい、しましょうか。それですね。はい、しましょうか。じゃあ、はい、保坂さんから。はい、じゃあ私、せっかくですから。これはこの日のね、はい、せーの。うりゃー、あ、オーラちゃんが壊れちゃう。おおおお、3？ 3！ お、3だ。3です。
イエーイ。3の方、吉沢氏さん、遊戯王大将さん、テニスラブさん、エリコさん、そしてフーニャの兄、ムムニャ、あ、フーニャとムムニャの兄フーニャさん、そしてパパレンジャーさん、サソリさんの電車男さん、結構いるね。マダムアツコさん、ミケさん、お、結構いらっしゃいましたね。いっぱいいます。いっぱいいますね。3、いや、3が一番多かったのかな。ちなみに加藤さんは、加藤さんはもう全然ダメです。加藤さんは2、あれれ、もうね、今日何も参加できない。まさか1だったんだな。大丈夫かこれ。逆にすごいですよね。つまり加藤さん全部外れてるってことですか。いや、最初がね、あ、そっか、うん、ね、すごいですよね。逆に1個も当たんなかった人すごいね。トトリッシュあげちゃうから、ね、確かに逆に ね、もう1つも当たってない人 ね、もう全部外した人、ね、じゃいるんじゃないかな。渡辺さん、渡辺さん、はい、はい、そっちで、はい、渡辺さん、お願いします。じゃあ2投目でございます。えいっ、おお、6。ちょっと待って、渡辺さん、渡辺さん6オーバーですよね。でもいますよ、2人います。2人いた。あ、いや、もっといません。6は3人、あ、でも2人ですね、今のところ。36、2人、パパレン、パパレンジャーさんと、はい、36はパパレンジャーさんと、まだまつこさん、まだまつこさん、まだまつこさん。これでもし最後当たれば1000万ということで、ちなみに4か2ですよ。パパレンジャーさんが4で、まだまつこさんが2ですね。2、ちょっと、はい、いいですか、最後は渡辺さんにお願いしたい。また6、絶対6じゃないですか。そしたらもうどのサイコロ使っても6。なんでそんなことが起こるの。もう大丈夫ですよ。もう大丈夫だよ。すごい、もう大丈夫、もう6の呪縛解けました。解けました。じゃあ最後の一投いきましょう。渡辺さん、お願いします。いけー。6。いや、おかしいですよ。ちょっと渡辺さん、6こんな出ます。ちょっとこれすごい、なんか呪いの数字じゃないですか。なんだっけ、666って。ありますよね、悪魔のとかね。666666ですよ。何ですかね、これ。なんでそんな6出します。あ、もういいのか。まあ、もうこれでいいんですか。これ決まりですね。もういいんですか、これで。もう終わりですよ。もういいんですか、終わりで。もう渡辺さんが6を出すっていう、まあ、もうこれで、じゃあ、ある意味今日の優勝です、ね。まあね。ということで、最後3投目は6が正解でしたので、はい、残念ながらパーフェクトの方はいらっしゃいません。はい。いやー、でもすごかった、楽しかった、今日はねー、うん、すごかったですね、ちょっと、はい、もう何が起きてるかわからない今ね、うん、運転しながら聞いてらっしゃる方、はい、次回はぜひね、はい、参加してくださいね。そうですね、はい、いやー、ということで、うん、もうでも1000万ゲットしてる方々がいらっしゃるんですもんね。うん、そうですね。いろはの M さん、ね、いろはの M さん、うん、おめでとうございます。いろはの M さん、はい、おめでとうございます。ね、すごいですね。すごい。川木さんは400万でしょ。うん、うん、で、あ、600万か。川木さんは600万で、はい、うん、第一ゲームを制した5人の方が400万だから、うん、これ順位変動ありますね。ありますね。これはもうぶっちぎりでいろはの M さんがだって1位ですよね。うん、そしたら、うん、そうですよ。1000万。1000万。ね、いや、本当にでもなんか、あの、いろはの M さんが最後の最後までこう来てたじゃないですか。うん、はい、あ、ちなみにいろはの M さんは、あの、555でしたね。これほら666だったら最高だったね。確かに。そうですよ。うん、これもう次から、あの、皆さん多分絶対、あの、これやった時、うん、次の冬の時にはもう絶対皆さん6でしょうね。ゾロ目だね。6ばっかり。全部ゾロ目じゃない。うらうらうらパーパーパー。でも今日面白くない。うらうらうらパーパーパーで。そう。666。なんで666だよ。なんでみたいな。なんか恐ろしいですね。これ最後のゲーム6の人が いなかったから2回投げたけど、そうですよね、いたら終わりだよ。もうそうですよね、うん、確かに、ね、666決定ですよ。いやー、すごいな。でもこれだけ、あの、渡辺さんが6出してくださると、すごろくの時には本当重宝される方ですよ ね、 そうですよね、うん、なんかぜひすごろく一緒にやる時に自分のやつを代わりに投げていただきたいなっていう、うん、でもよかったじゃん、サイコロのせいじゃないってことが分かったから。まあ確かに、はい、確かに ね、 種類投げてね、どのサイコロをやっても6しか出ないっていう、うん、何を使っても6、まあ、でもつまりそれは強運ですよね。結びつきましたね。だってスゴロクだったらね、スゴロクだったら強運ですよ。強運が耳に残っちゃうよ。はい、ちなみにつくもずらこさんが、はい、ちょ
ここまで6が出るって渡辺さん今日の夜気をつけてって。逆に怖い怖い気をつけて。怖いじゃないですか。何があるんだ、ねえうん、怖い。それからニューダルマさんから追伸で、小坂さんぜひとも私と吉沢ラジオいつか。すごいラブコールがありがとうございます。ラブコール、ね、今度番組やるから ね、 ねあそうなんですね、うん、そうなんですよね。ご指名いただきました。ありがとうございます。じゃあ握手券の代わりにおしゃべり券。おしゃべり券、うん、いいじゃないですか。ねえどうでしょう、はい、ありがとうございます、はい、そしてそっかねニューダルマさんもねあのメッセージもあまだまだいただいて、いろはの夢さん、あいろはの夢さん聞いてたんですね。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。おめでとう。運転しながら聞いてました。コインとじゃんけんの奇跡に大喜びしていたら、キヨミニャンの6の連発に大受けでした。666にしていたら、オーメンと言ってました。うん、惜しかったですよね。本当。ねえ。ちょっと鳥肌立ったよ、マジで。ほぼほぼですもんね。うん、いや同じ数字で5回出せない。本当に555なかなか666だったらね出せないですよね、うん、すごすぎる。2000万吉田らしいゲットだったよ、夢の、ね、最初で最後ぐらいの確率ですもんね、本当だよ。いや本当ですよ ね、 ねサイコロ奇跡ですよ、ね、勝てた人いませんもんね、うん、そうそうね、もう惜しかった。これ同じの3つずつそうっていうのもなかなかね、いないよね。裏だってあれなのに、うん、グーチョキパーで3回勝つって結構ね、うん、しかも同じのが出るっていうのもね、うん、その勝ち方ね、本当すごいですよね、なんか確かに、素晴らしい。ね、皆さんメッセージもたくさんありがとうございました、うん、ちょっとねご紹介できて、次回やるときはもしやるときはね、はい、全部外れた人用の商品も作ろうか。逆に全て外した、あ、そうか、ディスクグリズリーさんはちょっと全部じゃないのか、全部外れた人、全部外れたわけじゃないのか、はい、全部ではない、あ、そうか、全部ではない。最後ここ裏がね当たってたんですね。そっかそっか。いやーちょっとねいけると思ったんですけど、いたよ、いたよ、いました、全部外した人。あ、ディスクグリズリーさん1個当たったのか。そうね、一番ちょっと切ないこれ最初。どうせならそのこと的なね、表にしてれば感じですよ、ね、もう全クリじゃん、はい、ねえ、なんか去年はなんかいっぱい叫んでたような気がするんですけど、今年は全くですね。そうなんでしょう、うん、ねえ、強運っていう本読んだ方がいいですよ、ね、うるさい。はい、ということで、はい、楽しかった、ね、秋田運試し大会ということでお届けしましたけれども、うん、はい、ね、じゃあ次回は今度冬ですか。冬だね、冬ね、はい、早いですね、季節が巡るのは。ね、次回はあの保坂さん特集ですから。その次回ね、そうですね、10月15日の、13夜の時に。そうです。まあ、だから皆さんね、はい、保坂クイズっていうのを作ってください。わお。でどれだけ保坂さんのことを知ってるか。ちょっとどんなクイズ、ね、で保坂さんもクイズ作ってくるんだよ。わ、はい、かりました、わかりました。私が知ってる私の答えですね、そうそう、クイズの。うん、はい、あれ？あ、体育部長さん、M さんおめでとうございます。やはり当たらない、あの、男体育部長ですと、ね、いただいてます、ね。じゃあ一緒に穴掘りましょう。いいですね。それでね、やっぱアメリカンドリームをね、そうそうそう、ちょっとジャパニーズドリームをね、はい、叶えていただいて。そうですね、はい、ね。このまま穴掘ってオーストラリアまで行きましょう。あ、オーストラリアまで。オーストラリア行っちゃうんですね。すごいな、もう。マグマとか出てきますね。曲がったんですね。ちょっとあのね。はい、うん、マントルの先ブラジルは行かなかったですね。ブラジルはね、ちょっと、ね、ブラジルは行かない、うん、もうね、はい、オーストラリアがいい。オーストラリア、カンガルーに会いたい。もうそう、行きたいとこですね、もはやね、うん、そうそう、でも穴掘るより前に飛行機で行った方が早いですけどね。飛行機嫌なんですよ。常に地に足ついてないと。ああ、そうなんだ、うん、それ掘っちゃうんですね、うん、掘っちゃう。面白い、ありがとうございました、うん、はい、じゃあまあ次回ね、また、10月15日火曜日夕方4時からということですので、はい、じゃあ皆さんぜひ楽しみに来ていただければと思います。はい、はい、そして木曽馬号のね、運行もありますから、皆さんぜひ食べに来てください。はい、さあ、ということで本日も吉田、吉田をお届けしてまいりました、はい、本日も吉田秀樹さん、ありがとうございました。6しか出さない渡辺清美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ナビゲーター保坂優子でした。ではまた、バイバイ、バイバイ。Your sun rays